Welcome to Enigma Gaming Channel. Have fun until the end. はい、皆さんこんにちは。Enigma です。ご無沙汰してます。コンです。動画の加工はね、私やってたんですけど、インフルエンザと、あといろいろ、もう顔がパンパンに腫れたりとかいろいろありまして、この動画を撮ったのは、いつだろう。3日 ?4 日そんくらいです。とか3月に入っての初バトルですかね。あと多分アブジェが来てて、なんかおちょこち、あ違う、おぴょんが弱くなったっぽいから、これダゴンイカを入れてみてます。肩幅がちょっとね、別に気に食わないんですけど。で、武器は初めて使ったマグネタな、強いの、ね、とりあえず頑張ってやってみてます。紫で綺麗ですね皆さんは結構編成とかいろいろいじってるんですか？私はなんかそれ弱くなったよって言われたらちょっと違うのにしてみるとか、あとはね、クラメンが教えてくれたり、クラマスが教えてくれたりするんですけど、とりあえずは好きな機体は外さないのでさっきちらっと格納庫見えたと思うんですけど、メンダーは真ん中。ただアルティメット武器がゴリゴリ強いのは変わらないんですかね。もっと強くなったのかな。ちょっとね、温存しすぎてて使ってなかったんですけどそのうちバトルに出したいと思いますけどね。あとはね、ちょっとデメターの衣替えをしました赤デメターを青デメターにしました、ね、そんな感じですけどね。クラマスのやつはさ、動画はやっぱりゴリゴリ強い、まあ、元が強いというか上手いので、あとね、このクリエイタープログラム、私は何の恩恵ももらってませんけどクラマスからお小遣いもらってもいいんじゃないかなと思うんですけど一応ね、新機体こんなもんですよっていうのを宣伝する、まあ、ために新武器と新機体とっていうのはもらったやつ、作戦パスとかありますけど、アルティメットは別に関係ないからね、欲しかったら買うっていうシステムでしょあれ、ね、あとはこのロボット、なんだかんだもうバグだのなんだのもう多すぎるけど楽しくてやってるので、その楽しさをね、いろんな人に見てもらうためでやってみようかなって思ってもらうためのもんなのかなと、ざっくりですけどね。硬いな、このちょんまげやられちゃうぜあ、スコピだ、スコピね、ボコボコですよ、イカが、イカの、あ、やられました。次何出したんだろう。あ、デンスだ、デンス。なんかね、武器変えた気がするんですけどね、ちょっと覚えてない。なんだろうこれ、目だ、目のやつと曲がるやつか。また出ません、武器ください。まあね、私が応募するわけないので当たりませんけど、そう、ギブアウェイもいいですよね。夢がある、当選したらもらえるね。何が欲しいとかあるんですかね。まあアルティメットのギブアウェイはないけど、期待？なんだろう、今一番何欲しいです。私はこのツムツムみたいな武器、確かそうですよね。クラマスには言ってないですけど、もう一回だけ引いてみたらね、ディスコーディアみたいな違う方の曲がるやつ、なんでそっちやねんね。もうそっちは揃ってるから、エッフェル持ってるから、やろうと思えばエッフェルのフルセットみたいなのできるんですけど、私はノーデンスがいいので使いません、超かもしません。アルティメットノーデンス来たらね、即ゲットしたいですけどね。タイタンの配布ってないのかな、ギブアウェイないか、さすがにないか、昔のタイタンだな。でもこの前クラマスアオミンゲットしたって、なんかあと何勝したらゲットだみたいな、
はい、ちょっと半端に気づいて覚えてないんですけど動画にしたらね、楽しそうでしたよ。あれでトーテムしたら絶対楽しい楽しそうって思うね。場所がちょっと違うっていう。あと黒光りしたタイタンが飛ぶんですよね。そのうち全体的に黒光りになるのかね。絶対ノーデンスの黒光りはかっこいいと思うんですね。このタケコプターみたいな頭ぐるぐる回ってんのもさ、黒光り運営さん期待してますよ、ノーデンスね。あとなんだっけ、新しいまたロボット出るんですかね。忘れましたけど、てかあのエビの配布はあったのに、イカの配布はあったか。これはカッパの配布ってありました？ないか、まだないか。そろそろあんのかなね、カッパ。私持ってませんけど、カッパは別にいいかなエビもいいかな。でも次の機体はちょっと欲しい。なんか難しそうだけど、サポートタイプみたいな。あの基本サポートタイプが好きなんでね。あ、GG 見てなかったはい、マッチありがとうございます。うん、頑張りましたよ。4日ぶりくらいのバトルですけど、5日ぶりかな。まあ大丈夫だった、なんとかやりました。ほら、初ランクポイントもらいましたよねえ、あ、なんだ、バトルの合間に出てくるのオファーとか、この文言ちょっとだけイラッとする。今いいよみたいなね。よし、ほらこれノーデンスの、なんかあのなんだっけ、ねえ、消えるやつが増えそうな予感がするから、これお目目つけました。また前もつけてたんですけどね、消えてるやつ対策。もう一戦だけ。これ新しい母艦かなんかですか？ちょっとよく見えませんけど、お茶飲んでた今お茶飲んでたんじゃない？あ、そうだ、ちょっと思い出した。母艦のボタンが合ってる？母艦のボタン、それこれがちょっと小さいなって。いずいずこのね、親指がちゃんと届く、ちゃんと押せる位置にならないと。あ、近すぎちゃった。あ、いい感じ大きくしました、押しやすくしました。これで大丈夫。はい、ほらこの人お茶飲んでるよ、湯飲みあるよね。コーヒーじゃない、コーヒーかな。すみ、うん、今あ、見えなかったはい、2戦目も頑張ります。はい、自分が出たのを見て、あ、PC の人いるじゃんってちょっと思っちゃったりしません？たまにうん、私思いました、今のやつ。あ、と思った、知らなかったですね。このマップちょっと明るくなった気しません？薄暗かったの。そんなことない、気のせいか。お、やっぱリンクス多いね。このイカのこの右のアビリティ使うタイミングがよく分かってないですとりあえずなんか敵の前に行く前に押しとこうかなみたいなね。どんだけクラマスの動画をちゃんと見てないんだよって基本ね、好きな、なんていうの、デメターとかメンダーとか、まあ、もうゴリゴリ使ってもう我流でやってますけど、こういうなんかあんま好きじゃないやつ、あんまり、うん、ほら、なんか幅広いからいろいろ当たるじゃないですか愚痴ね、まあいいロボットだと思いますよね。イカエビにイカ逃げたし、次タコあたり出るかな。もう次のやつ見た目がかっこいいとか、なんだか良さげってクラメンが言ってましたけど、いかがでしょうか名前忘れちゃった。なんかツイッターとかに X とかにね、載せてくれてる人いるんですけど、名前呼び方とかね、ちょっと忘れましたね。まあ、また新しいの出るみたい、いろいろ直してくれよってね思いますけどね。
方ない。もう10年近くそういうロボットのゲームだからね。お、あ、そっか、これあれだ、見えるやつついてんだ。ほら、あのちっちゃいイカ箱だっけこれ。ほら、左のね、よかったよかった、やれたやれた。よくわかんないボタンを押して戻るね、頑張って頑張って。もう壁なのか当たってるのかみたいなね、よく見てませんけど。これ、あ、敵だった。硬いやつじゃん、ちょんまげの硬いバージョン。だいたい硬いけどね。アルティメットのやつなんかこんなに出てくるもんなんですか。本当になんか多すぎる。ノーゲンスは出してほしいけどもういいんじゃない、通常期は。なんか年に1回何かくらいで。あ、でもそんなに続かなかったら困るか。ワンクール1機体とか、そんなもんか出てんの。ちょっと忘れましたけど。さあ、よしよし。あ、また硬いやつ生きてた。さあ、もうちょっとだね。見られて、気がする。マグネッターじゃないの。これなんだっけ。マーシーだ。これはマーシーか。なんかもう、眩しい。マッシュも強いですよね、前から。なんだ、気のせいか何か見えてはいけないものが見えた気がしたけど、気のせいです。あそこなんか引っかかってるか。見えません。ねえ、頑張ってビーコンも取りたいな。ねえ、デメターはね、もう常に強いんだ。強いロボットですからね。当たれて撃たれて、何か撃たれて。あれ、その子を守ってあげたいけど、結局完封してなく。よいしょ、やりました。このデメターかっこいいですよね。これなんか特殊な柄ですよね。柄っていうの、なんていうの、塗装か。塗装欲しいな、もっと。なんか新しいのももちろん楽しいかもしれないけど、武器とかさ、武器の塗装とかいろいろ選べるようになったらすごいハイカラなロボット出てきそうだけどねこれ当たるかなーってやってて全然当たんない。どこにいるんだろう、この。あと ATM さん、当たった。ATM さんだ。それを見て、銀行行かなきゃってね、ちょっと思うかもしれない。今これアホレコしてんの、あの雪降ってんですよね。3月なのにまだ降るかな。そんなのもあってね、タイヤ交換のタイミングがね、いまいちわかんないんですよね。困ったもんですよ。ゴリ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 ね。ゲージ的にはまだ大丈夫だけど、どうなんでしょうか。回復して回復して。こっち結構きつそうだよね。あの、あ、名前が分かんなかった。なんとかさん雑。そこ、あ、壁上するの忘れてる。よくあります。やっぱこの曲がるのとまっすぐのの組み合わせダメかな。あんまね、あのクラマス、この何、あっちはこっちみたいな、なんかいろいろつけて好きじゃないみたいですね。気にしませんけど。出たらね、出たらすぐ強化して使えます。出ないか。あ、来た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 。ナイス、味方さんがやっつけてくれた。目ついてるから見える。見えるけど弾がない。見えるけど弾がないもうちょっとなんだけどな。ね、
お豆ちょっと役に立ちましたよ。目当てのやっつける機会ではなかったんですけどね。近すぎても曲がんないからね、この曲がるやつ。どうなんでしょうか。飛ぶか。どこ行った？これじゃないな。あ、これここ。どうでしょう。もうちょっと。味方さんも。あ、弾がない。どうだ。よしよしよし。ちょっと役に立った。あ、いいね。全うしました。結構どうでしょうか。この、あー、怪しいね。怪しい。思い出してきましたよ、このバトルどうだったか。ヒントは味方が2人出て、これ2人やられちゃったんかな。ね。とりあえずビーコンを取りに行ったんですけど、この消えるやつもあれで強くなるの？あ、見えない。ちょっとなんか低くて、ほら、消し取れる。新しくないよ、なんかこの黄色いさ、ちょっとキツネみたいなドローン。消えるやつってなんか強くなるんでしょ。これでクラマスにやってもらおうか。消えるシリーズ、ロキはね、すごかったからね。まあ、すみませんけど。ね、多分下ボコボコやられてんだけど、泡やられましたね。どうしようもないと思うんですよね、この人数さ。この1匹をやったとて多分もう結構厳しい。でも諦めませんけどね。逃げつつ、やかんないね。もうちょっとだね。あ、こっちも敵が来たね。この後ろ走り。後ろ走りで逃げながら撃つ。あわよくばビーコンまで行きたいけど、終わっちゃいました。こんな日もある。まあ、頑張りましたよ。マッチありがとうございます。果たして。お、なかなかの。頑張りましたが、ちょっときつかったね。マッチした方、ありがとうございました。ねえ、そんなこんなでね、ちょいちょい体調も良くなってきたんで、またやりますのでね、引き続き見ていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ね、なんか受け取りましたよ。あ、レベルね、はいはい。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。